今朝入っているニュースをお伝えしていきます政治資金規正法違反事件をめぐり衆議院の政治倫理審査会が来週にも開かれる見通し安倍派の中枢を担った萩生田議員以外の5人出席する意向春闘値上げとボーナスで過去最高水準ホンダ、マツダなど満額回答子どもと接する職場に 従業員らの性犯罪歴を確認させる児童対象性暴力防止法案の骨子案を子供家庭庁がまとめる。伊藤忠商事、ビッグモーターの再建支援に200億円出資。 無登録で FX 取引への投資を募ったスカイプレミアムインターナショナルの最高経営者ら4人を逮捕およそ2万6000人から1350億円集めるさてまずは政治のニュースからです自民党は昨日、えー、派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた衆議院政治倫理審査会をめぐり 安倍派座長や事務総長を務めた塩野屋龍松野博和、西村康俊高木強氏の各氏、そして二階派の武田良太事務総長の合計5人が出席する意向だと野党側に伝えました。自民党としては28日にも開催する方向で調整に入ったということです。 野党は、キックバックを受けた、塩野や市へいらを含む、全衆議院議員51人、まあ、その疑いのある51人の出欠以降の確認などができれば、応じる構えと。 いうことです。2024年度の予算案の年度内成立が確実となる3月2日までに何とか衆議院を通過させたいっていうところで、えー、公募が続いているっていうことですけども、うん、でもやっぱりこの政倫審にその出席させる、その自民党の議員、特に派閥のその幹部と言われる人たちを、はい、が出るのかどうかというところが焦点ですけども、なんかごてごて。えー、やっと、えー、塩野屋さん、高木さん、松野さん、そして、 え西村さん、世耕、うん、さん出るっていうことですけども、まあ、そこもあとあとからこう、ねうね、名前がやっと出てくるっていうような形ですもんね、うん、もうそういう状況じゃないんです、自分たちから本当、身をこう切る覚悟で臨まないと、もう本当、追い込まれてるんですよ、はい、その自覚がないんですかっていう、うね、まだここに来て分かってないのかなっていうね、うねえ感じですけども、なんかこう、ゴテゴテにまだ回ってるような印象がありますけどもね。はいえー ですから、あと、萩生田氏、そして二階派のトップ二階さんが出るのかどうかっていうところ、そこもまだちょっとね、えー、反応がないっていうところなんですよね。いや、もう出るべきですよ。ね,ねしっかり国民に説明してほしいなと思います。はい、さて、えー、続いて、あの、値上げじゃなくて賃上げですね。えー、ホンダは、昨日、今春党の賃上げと、 年間一時金まボーナスですね。その要求にいずれも過去最高水準で応じると労働組合側に回答しました。賃上げはベースアップと定期昇給分を含む総額で月2万1500円。 で要求は2万円でしたから1500円さらに上回る満額回答プラスっていう回答なんですね、うん、従業員の能力向上に関わる支援分をベアに上乗せしました3月の集中回答日を待たない早期決着っていうのは2年連続、うん、まあいかに本田は今業績がいいかっていうこととあとはやっぱりこの人材をしっかり確保しておくっていうところですよね、はい、でマツダも、えー、昨日総額で で月額16,000円の賃上げ要求に満額で回答しましまた賃上げ額は過去最高ボーナスも5.6ヶ月分に満額回答ということですが松田の早期回答というのはおよそ20年ぶりなんですって、えー、ということでやっぱりまあ自動車業界はすごく業績がいいということもあって、はい、それがこの賃上げに、あのー、しっかり 出てきているということなんですけども、業績の良さが反映されているということですが、やっぱり自動車業界っていうのは、あのー、その下にたくさんの中小企業を抱えているわけですから、えーね、やっぱりこの大企業がどんと賃上げすることによって、うん、中小にもその影響というのは出てくるといいなというね、そこに期待したいところですよね。うん、ねはい さて、えー、続いてですけれども、えー、朝日新聞の一面からですが、子供と接する職場に従業員らの性犯罪歴を確認させる日本版 DBS をめぐって、子供家庭庁は、児童対象性暴力防止法案の骨子案をまとめました。で、犯罪歴の紹介期間、その機会にこう、コンピューターに照らし合わせる期間ですね。それについて、禁錮以上の刑を終えてからは20年。罰金以下の場合は10年。 しししましたた与党とととの調整を経て通常国会に法案提出いい考えということですなんでこの20年、10年かっていうところなんですけども、はい、合理的なま年、あのまあその限りを決める、探っていくために、性犯罪で有罪判決が確定した後、再び性犯罪で有罪判決が確定するまでの期間を調査した結果、9割の人が禁庫以上は20年以内に。 罰金以下の人は10年以内にそれぞれ再び犯罪に及んでいた、まあ、再犯率が高いというのがこの性犯罪ですけれどもこれらのデータから20年、10年を導き出したということなんですけどただ、ただまあ親からしてもあの再犯率がただにさえ高い性犯罪ですからもう20年とか10年とか限りは儲ける必要ないんじゃないかって僕なんかは思ってしまいます。 このほかにも音楽プロデューサー松尾清さん RKB 報道局の神戸兼文解説委員長日経エネルギーネクスト編集長山根紗友紀さんスポーツ文化評論家玉木正幸さん元 RKB 解説委員長飯田和夫さんクリエイティブプロデューサー三好浩平さんが 毎週さまざまなテーマで今ホットな話題を提供していますアップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルの各ポッドキャストで RKB ラジオで検索してフォローをお願いしますまたリアルタイムで番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ田畑龍介グローアップを聞いてください毎週月曜から木曜朝6時半から9時まで放送中です